皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の14日目です。では問題を見ていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、5分の4たす 0.4、 分数と小数の足し算。ここでは小数を分数にして計算します。 0.4、 これは小数第1、10分の1の位が4なので10分の4、こう直せますね。ここで約分をすると5分の2となるので、5分の4たす 0.4、 これは5分の4たす5分の2、こうなって5分の6とこうなります。ここでは仮分数のままにしておきます。括弧2番、8分の7割る12分の7、分数同士の割り算は逆数を使って掛け算にして計算しましたね。ですから8分の7かけるとすると、後ろの12分の7逆数になって7分の12、こうなりますね。ここで約分をしておきます。7と7ですね。8と12は4で約分できますね。4で約分すると2、4で約分すると3、こうなるので答えは2分の3こうなります。括弧3、4分の9かける12分の5かける15分の8、これ3つの分数の掛け算ですけれど、この場合この状態でもう約分をしちゃいましょう。まず4と8を4で約分します。次、9と12、これを3で約分しましょうか。そして5と15、5で約分します。こうなりますね。そしてもう一度3と3が約分できますね。そして、分母の4と分子の2が残っています。ここも約分できますね。2で約分します。そうすると分母 1×2×1 で2ですね。分子は 1×1×1 で1、答えは2分の1ということになります。もちろんここの部分ね、分数を一つの形にして 4×12×15 と 9×5×8 と、こういう状態で考えてももちろん構いません。では四角の2、これ括弧4に当たります。次の数の絶対値を書きましょう。絶対値というのはその数と原点0との距離でしたけれど、もっと簡単に考えて、その数から正と負の符号を取ったもの、つまりプラスいくつだったらそのプラスを取ったもの、マイナスいくつだったらマイナスを取ったもの、とこうも考えられましたね。では問題いきます。1、プラス 7.64 ですね。このプラスの符号を取った 7.64 がプラス 7.64 の絶対値になります。2番、マイナス10ですね。この負の符号マイナスを取った10が絶対値ですね。3、マイナス5分の7、分数の場合も同じですね。この負の符号のマイナスを外して5分の7がマイナス5分の7の絶対値ということです。括弧5番、数直線を使って次の数を求めましょう、とこういう問題です。数直線、原点0、それから右に行けば行くほど数が大きくなる、左に行けば行くほど数は少なくなる、こうなっていましたね。では問題、1、プラス2より3大きい数。プラス2というのはここですね。これより3大きいということは右に3つ動いたところが答えです。ですから1、2、
3え、ここですね。つまりプラス5が丸1の答えです。丸2、プラス5より7小さい、ここですね。ここより7小さいということは、左側に7つ動いたところが答えになるわけですね。左側に1、2、3、4、5、6、7、これが答えです。ここはマイナス2ですから、答えはマイナス2ということですね。丸3、マイナス3より2小さい数、マイナス3というのはここですね。マイナス3、2小さいということはここから2つ左に動くわけです。ですから1、2、ここです。ここはマイナス5ですね。ですから答えはマイナス5、こうなります。丸4番、0より4大きい数、原点の0より4大きいということは、右側に4つ動いたところです。もう数えなくてもいいんですけれど、一応数えると1、2、3、4ですか、プラスの4ということですね。よろしいでしょうか。今回も小学校の復習と中学校の学習、2つ合わせたものを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。